ファンの皆さんにメッセージ、そしてこのジャパンオープンへの思いをお話しいただければと思います。はい、それでは浦松選手お願いします。中部ブロックからの、さっき日野くんが言ったように連戦なので疲れがちょっと出ると思うんですけど、初めての団体戦なので、普段の試合とは違った楽しみ方をしたいなっていうふうに思ってます。こういったチーム編成で戦うっていうのはいかがですか？とにかくチームレッドの足を引っ張らないようにしたいなって思ってます。